皆さんおはようございます。スルベイです。違法都市連の塔の紫色を遊んでいきます。相手の属性に合わせてね、自分たちもね属性を選ばないといけないので、紫属性相手に紫属性で挑む形になります。今回挑むデッキは画面にある通りの内容となります。では早速ながら遊んでいきたいと思います。大丈夫ね、撮影はできてる。実際のところは動画の裏の方でですね、この紫色のね難易度のやつ何度もやってるんです。何度もやってやられてもう10回ぐらいやられてますけれどね、その上でどうにかクリアできたじゃね、クリアできた内容のものをアップすることができれば、ね、幸いというところなんですけど、動画ではね簡単にクリアしてるように見えるかもしれませんけど、実際に敗北回数もそれ相応の回数たどってるっていうのは実際の、それが実情です。早い段階です。よし、よかった。今回は終了。割とたくさん、割といい条件で、紫色を消せたわけかな。今回紫色をやたらと降ってくるし、条件もいいな。いや、この内容じゃなかったからね、本当に紫なかったりね、あっても4つずつしか消えなかったりとか、そういう、内容でしたからね、なかなかこうその、ここまでの条件成り立てるだけでも大変でした。お邪魔ぷよ切ってきます。お邪魔ぷよが今ありますけれど、これによる割合ダメージなどはありませんので、そこのところについてはご安心ください。6にはなかった。6だったらチャンスピーを1個作ってくれるんだけど、脱力か。でも治療できる。これでライフ 70% 以上だったらその、いくらか回避できるんですけどね、条件も良くなるんですけどねとりあえず脱力は直したのでダメージも通常通りになります失礼しました。なんか喉に引っかかって、落とされた。ここまで来たのに落とされた。ここから先も回復いるっていうのね。なのでね、油断できないんですよ、ね、最初のうちに生き延びて、それで前提は完成したけど、その後また落とされる落とされる可能性も十分にあり得るのでね、難易度として見れば私の中で鬼畜ないんです。これは鬼畜以外の何でもない。やり直し回数多いだけでもすでに少ない、私の中で。メインとサブがいますけれどね、メインキャラの方は終わってます。それが一応唯一の救いと言います。できれば一回やったらもう二度とやりたくないぐらいの内容なのでですね、ここでせめてハートボックスをプリズムに変えなかったらね、生き延びやすくなるんですよ、わざわざ変えてくるからね、
わざわざ変えてくるからね、もう悪意があるとしか思えませんもん。で、ターゲットは着ぐるみキラーさんですよ。あ、今度こっちが、あ、でも復活、あ、そうか、よかった。ああ、よかったよかった。そっか、まあ前線メンバー落とされた後でも、あ、こっちも生き返るようになってるのね。控えメンバーも1回だけだったら復活できるみたいです。よかった、今回初めて知りました。まあ先生の力本当にいりますからね、ここでは。まあ私はまあちょっと先生出てる時点でね、今回使うので。ハビラーさんあと10個か、うん、この盤面見る限り紫じゃないからな。でも消さないとね、降ってくるものも降ってこないからね。しかもなぜか4つしか消えない。なんかそういうスキル使ってきたらしい。よし、まあ脱力はどうにか返ってきたね。それが救いといえば救いか。あ、よかった。ここにもある。なかなか6連鎖にならない。うん、そこまで消えるならせめてもう6連鎖狙ってくれて言いたくなるもんな。あ、よかった。この子のスキル発動するまでにどれだけかかったことや。かかりすぎだもんね、だって。あんまりにもかかりすぎだもん。十何回クリアして、十何回挑戦したことやら。もう本当に言葉通りですもんね。自分を自分で笑ってやるぐらいしないとね。自分を自分で笑ってやるぐらいしないとね、やってられませんからね、本当に。よし、まあよかった、復活スキルもあって、ね、大神官さん入れてるのはこのこともある。よし、この辺りでいいかな、ハビラさんのスキル。うん、大丈夫。よし、ここで仕掛ける。まずは、先生で、電撃をつけます。味方全体に、攻撃の 1.2 倍の倍率のかかった4連続攻撃。まあ、これが2ターン続きます。そして、変わったエコロさんで、どの色の連鎖でも攻撃するようになる。まあ、どの色を消しても紫供養を消したものとして計算されるスキルですね。そしてクルークさん、あのプリンプクルークさん、まあ、3連鎖以上で味方全体の攻撃力を 4.6 倍にする。その上で連鎖のダメージにします。まあ、私はね、そのハイパースキルのバージョンのエコロさんもアナスタシアさんも持ってないのでですね、まあ、このプリンプガチャが開催された時にね、真っ先に狙っていたのがこのプリンプクルークさんだったんですよね。紫だけ連鎖の種持ちがいなかった。で、今星6ですけれどね、星6でも、まあ、一応十分です。倍率もいいです。まあ今回もどうにか生き延びてはくれましたからな。ここかな。で、一回消すごとに全部紫色を直接消したものとして計算されます。で、今のが4連撃。で、今のタフネス貫通で大体 70% 以下にしてくるんですよね、ライフを。だからもうこのライフぐらいになったら、大神官さんのスキルはまず使いましょう。これでね、脱力とかね、使ってくるんですよ、そのサメの人が。
まあ、何かと厄介なので私は着ぐるみ騎士団の子は優先して倒すようにしてる。まあ、その子を倒すだけでも賞賛があるから相当賞賛勝率上がります。一番厄介なのその子です。他の誰よりその子。よし、倒した。ナイス。で、まあ、これを、今度は戦闘の子ですね。まあ、吸収スキルをちょっと使うんですよね。交互に、後ろの2人が交互に吸収スキルを使ってくる。2ターンごとに交互にね。なので、交互に攻撃しないといけない。でも、戦闘の子はその吸収スキル使わないので。そうなると、倒せるのが戦闘の子ということになるのでね。まあ、ライフも高いのでね、一応削っておこうというのもあります。で、今のでどの色の連鎖でも、ね、まあ、紫ぷよを連続して消したものとして計算してくれば、まあ、俗に言うワイルドスキル。まあ、画面に今表示されている通りですけどね。まあ、4連撃のおかげでね、結構このダメージ与えられてますからね。回復して。まあ、ぷよ消し数の数も増えてるからね。ハビダさんのスキル。まあ、あいにくですけど、私はね、ヘスカードの方のね、ちょっとその、さらにちょっと上位互換となるカードあるんですけど、そちらの強化が終わってないんですよ。あのノクターンって読むのかな、野草のベストールさんか、ベストールさんだっけ、ベルナールさんか、野草のベルナールさんか、そのカードの育成が進んでなくて未だに星6なんです。なので未だにハビラさんは使ってます。というよりハビラさんの方が回復タイプですしね、3000回復量として3000ぐらい余る、回復量として3000近くまで上がるのでね、このクエスト遊ぶ上ではハビラさんの方が私はいいかなと思います。大神官さんと組ませるんだと。まあ同系統のスキルでもどちらを選ぶかっていうのはもうその時のねえ、まあ戦局っていうのかな、ね、まあ内容によりますもんね。回復量が本当に欲しい、回復量が本当に求められるようなクエストだからこそですね。今すでに回復量減少来てますけど、まあこれも割合回復の大神官さんがいれば、まああまり関係がないこと。今のはね、黄色を最初に消してしまうというミスが多い問題です。まあ、その前に緑を消すのでね、全消し狙うんであればね。まあ、脱力ないだけでも相当助かりますよ。時間はかかりますけど。でなかなか6連射にならないね。お、もうちょっと。もう掴んでくる。まあもう一旦ちょっと、ね、見ましょう。ハビラさん使って。もうネク編の子はどんどん使ってください。もういてられないもん。いてられませんからね、本当に。テクニカルではもう、もったいないとかいてられません。いや、こちらは命がかかってるんです。本当に。言葉通り命がかかってる。
使いましょう。まあ、先生のところをね、進撃のルルーさん入れようかどうか迷ったんですけどね。でも進撃のルルーさんはね、その攻撃力5倍にはしてくれるんですけれども、その効果ターンが1ターンしかないんですよ。で先生は2ターンあるんですよ。でこのデッキについては2ターン、ね、効果が2ターンのねカードが多めなのでね、ここの場合はちょっと大きなポポイさんを選んで、ね、今回は大きなポポイさんを採用しました。まあ、一応そういうのもある。まあ、この時誰を起用するかっていうのは、まあ、判断材料にはなります。まあ、そこまで苦戦する内容じゃなかったら進撃のルルーさんに出てたかもしれない。どっちかな。あ、どっちも今ないのか。よしよし、じゃあこっちを読んだまあたまにこうやって両方ともね吸収スキルが外れる場合もあるので、まあそこ、そういう時はどっちを狙っても大丈夫です。あ、この子か。今度吸収スキルこっちに。まあちょっとしんどいですけどね。まあ一回一回こうね、ターゲット切り替えるっていうのはしんどいですけど、まあそういう戦いなのでね、まあここのね、このテクニカルクエストを遊ぶ上ではね、ターゲット取りっていうのも重要になります。吸収されますので。まあ、何かと重要項目、まあ、ここのステージほどそのタゲ取りを使うようなクエストも他にないぐらいですからね。でまだ大丈夫ね、うん、まだ大丈夫吸収なんかさせたらターンが伸びるんですよ。相手のターンが伸びるから、あんまりね戦う時間が長引くから、まあ私としてはね、あー間違えた。せめて紫って言ったら、もうちょっと下を消したかったね。うん、じゃあ次はこっち。うん、ステグリンで消したいけどね、ちょっと待って、ね、まあ、そこはいらんの、うん、そこは斜めに、そうそう、そしたら縦とかね。まあ実際どのぐらい戦ってようか。あ、18分。まあ割と妥当な線かな、まだ。まあ一番ね。まあ、この残ったのが吸収スキルを使う者同士になったときはね、理想で言えばですね、両方ともライフを瀕死状態にするところまで持っていけたらね、一番それが理想だと、まあ私は思います。というのは最後のね、1体になったときに、あの発狂モードって言って、ね、99ターンの間ね、相手の攻撃力3倍になるんですよ。3倍になってからね、えげつない攻撃力の攻撃がこっちに飛んでくるのでですね、速やかに倒すっていう意味でもね、ライフはいくらか削っておきたいっていうのがあるんです。で今こちらに吸収が働いてるので、こっちです。まあ大体繰り返しです。もう大神官さんとハビラさん使って、でね、ここで消す内容によるけれどもね、その後はね、3体、残り3体のスキルが溜まった頃に3体のスキルをまあ使うと。まあ、その繰り返しです。まあ、もうちょっとですね。
もうちょっとなんかこう流れのいいね、デッキの組み方とかね、そういうのあるんでしょうけどね、今の私ではちょっとこれが精一杯、申し訳ないですけども。するとこだから一回ね、一回このマークがついてないかどうかって見たら、回復させない、いや吸収されないかどうかっていうのがすぐ分かる。まあ判別するにはね、まあ、こういうのもちょっとね、このケースと遊ぶ上では、まあ、特に私みたいに忘れっぽい人は、まあ、まあこまめに確認するぐらいがちょうどいい。あー、これがあった。でも倒すのにどうしてもなるね、それは。あと吸収があといったのか。全回復なんかさせたくないからね。そうだろうな。そりゃそうだ。で、発狂が来ますよ。さあ、こっからですよ。ここまで来たらもう、破格だと思うじゃないですか。でも実際にはこっからなんです。黄色で遊んだ時もね、手痛いね、カウンターなんて使ってきたし。まあカウンターはね、もうこちらが攻撃しなかったらもうね、ダメージゼロで済むので、ね、黄色の時ちょっとやらかしてしまいましたけど、あの時は運よくクリアできます。とにかく大神官さんのスキルはね、途切れさせることがないようにしておく。できるだけね。あ、これこれこれ。ここね。まあ、消しさえしながら、こちらから攻撃仕掛けなかったら、カウンターも何もないので、ね、とりあえずカウンターは途切れたね。ハビタさん使おうか、うん、一つネクストプヨが青になってたから効果が切れた。まあ残り1体になるとね、吸収は使ってこないので、それだけは安心。まあそれがあったら倒せないですよ。もうちょっとで、あ、しかももうあと1ターンだから、ここで仕掛けたら勝てる。で、まだもう一旦だけ、ね、ワイルドスキルの効果もある。紫色以外のプヨ消しても紫色消したことにしてくれるスキルですね。まあ、その効果残ってるので、これはどうだろう、勝てるか。勝ったね。うん、これは勝った。カウンターも何もないもん。よし、ということでクリアすることができました。結構時間使いました。紫は序盤のね、あのハートボックスをプリズムボールに変えるのさえなかったらね、あれがハートボックスのままだったらもうちょっと敵がよくいけたろうなっていうのは未だに思います。うん、まあ黄色みたいに6万点は取れなかったね、さすがに。まあ多分あれは棒術ラフィーナさんでね、時間短縮してたっていうのもあるんですよ、あの6万点いったのは。15連撃のスキルはその子ぐらいですからね、持ってても。3ターンの15連撃って、今、普通に考えればえげつないですもん。エンハンスとかね、連鎖の種とか、ワイルドとか、そういうのと絡めたらもうえげつないことになってます。まあ実際にそれ以外にね、実際にそういうのでデッキ組めないじゃないですか。そうなると、おのずと大神官さん、とかね、ネック変要因を加えたくなるけれど、どちらか片方しか選べないからね、どうしても収まりきれないんですよ。5枠じゃなくて6人になるから5枠に収まらなかった、なくなったりするから、それがなかなか叶わないですね。サポート借りれる環境であれば問題ないですけどね、こういうテクニカルクエスト遊ぶ上では、ね、キャラクターは5体で遊ばないといけない。さて誰に使おうかな。うん、ルファスさんもいいんだけど、
うん、紫ぶよか。ガラス屋さんもあげたいね。というより、まあ、シンディアも全部あげてしまおうかなと思ってるんです。あ、ここにいた。スペースエコロさんいたね。星6だけどいました。片方は持ってたんだっけ、そういう。でも私は多分プリンプ使ってますね。うん、やっぱり真理だね。今手を挙げとこうって思うのは真理だな。何かとこう特攻の働くイベントでね、たまにこの真理の賢者がね、賢者のカードを求められることあるんです。まあ、全部星7にしておきたいというのは一応あるので、まあ新手にくりのね、ね、手塚さんも紫だからそっちに使ってもいいんですけど、あげるのにまだ結構時間を要すると思うんですよ。あと4枚ぐらいいると思うので、結局こちらの方があげやすいのでね、今回はこちらに使いました。さてこれで紫色もクリアしたので、ね、まあここで動画を区切りたいと思います。まあ、緑色の方もね、挑戦しないといけない。さて、では、ご清聴どうもありがとうございました。スルベイでした。